アモーレ。チャオ左サイドからボンジョルのアモーレ、はしょこたです。アモーレね、ちょっとアモーレが早かったですけどね。さあ今日もですね、お弁当を紹介したいと思います。行ってみよう。さあ今回はですね、株式会社ビーンテーブルさんのサバのオープン焼きでございますね。美味しそうでございますこれね。サバ体に良さそう。それではいただきたいと思います。はい、ということでこれサバでございますね。でこれお米がありまして、ご飯ですね。はいはい、ほうれん草があって、美味しそうでございますね。ではいただきます、ね、いただきたいと思いますよ。じゃあまずですね、もうサバいっちゃいましょうか。サバでございます。オープン焼き、真ん中から切って、骨がありますね。気をつけていただきます。うん、いいですね。うん、やっぱね、この年になるとお魚がすごい食べたくなる。うん、この塩加減最高でございます。うん、やっぱご飯と合いますよね。うん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 、美味しいでございます。ごぼうとレンコンいただきたいと思います。うん、ごぼうとレンコンのマヨネーズ味ですかね。これも味が濃いってわけでもなく、絶妙な味わいでございます。あっさりしてる。うん。これは何だろうな。ちょっと食べたいと思います。これは何だ、ちょっと待って、これ何だ、ピーマンの肉詰めフライですね。ピーマンの肉詰めフライ、うん、これうまいですね。うんうんうん、ピーマンの肉詰めは食べたことありますけど、フライにするっていうのはいいですね。うん、うんうんうん、うん、あとですね、小松菜と厚揚げのごま風味炒め、うんうんうん、ヘルシーな味わいですね。ヘルシー、うん、いいですね。ヘルシーな味わいでとても美味しいでございます。でやっぱりこのおしんこね、お漬物、うん、うん、わらわら、とてもバランスを取れた、僕の年代にはですねぴったりの、うん、特に朝食とかいいですよね。僕も美味しいご飯でございました。ごちそうさまです。ハモーレチャンネル登録よろしくね。